デンマークは個人的に大好きで、あの家族で旅行も行きますし、まあ、子供が小さい時は大体こう暮らすように旅をするのが私好きなので、必ず B&B で泊まって、もうそこの基盤を1ヶ月とか家を借りて、でヨーロッパ中旅をしたり、時計ってやっぱりあれば使うし、今は携帯持ち合わせてるから皆さん時計する方たちも減ってきてるけど、普段実用的に使いたい、必要と思うものに自分たちが消費するゴミが再利用して、そして価値があるものに生まれ変わるとしたら、実際意味があるよね。私、物と付き合う時とか自分に所有するものを持つ時に、そこにちょっとストーリーがないと愛着が湧かないので、ストーリーがあるもので、または自分の見えないプラスチックのゴミが減っていくゆえに命をつないでいくってことにもなるので、その後自分の子供や孫や、まあ、世代を超えた人たちに残せるのか、残していきたいのか、残していいのかっていう疑問を皆さんがこう問いただすきっかけになってもらえたらなと思います。